こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は歌手です。これは良き趣、良き景色のことです。李白の詩に、詩なりて雲月におごり、歌手五州に密とあります。では今から歌手を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。